今日はねリビングじゃないです、こっちです。おはようございます。おはようございます。里正さん、音波ありがとうございます。お、無音もありがとうございます。無音も葵ボーイさん、尊い今朝もありがとう、ありがとうございます。おはようございます。はい、昨日でデビュー半年でした。今日も可愛い、ありがとうございます。マナミからありがとうございます。私もマナミの配信見てましたよね。多分来たこと気づいてないけどそのままでそのままでいいやね。えこっそりでも毎日ね見てるんですよ、朝の配信。あの起きてるからさ、絶対6時半って間に合わないからさ、学校毎日見てるんですけど、あのコメントさあんまりしていいかどうか分かんないなと思った時は、みんなゴリゴリしてるからおおと思って、で私もあの見た配信全部にあのコメントすることになりました。いつも名前を「よ」とか「ぺ」とか「わ」とかにして変えてさ、「よ」とか「ぺ」とか「わ」とかにしてさ見に行ってたんだけど三平いいね、いいんやと思って、いいんやと思って「おはよう」ってねすることになりました。めっちゃ髪の毛伸びましたよね、こんな私長かったっけと思って。もう3ヶ月切ってないですよ、こんな切らなかったの初めてですよ。いつも1ヶ月に1回行ってたから。でもね量そのまま少ないまんまなんですよ。そう、ヨーとかピーとかペーとかバーとかヘーとかしてましたしてアフロで行ってたんですよ。ヨシミもあまらみんや、お疲れ様配信、まばたきやっとく私コンタクト取れたらどうしよう。あでもマナミもコンタクト取れてへんもんな。よーいドン。あ喋らなあかんねや、えこれ喋あ、お早めっちゃ喋かった。いやなんかさ、えなんかボーってして開いたままはさいけるねんけど、めっちゃ早かった。喋っとったらやっぱ目つぶっちゃうよすごいやばなみんの凄さが4秒やってよーいドン。目線変えるのはいいですよね。そうクロスクロスクロスです。5分 vs 4秒。そう話しながらすごいよね、だって私1点しか見つれないわ。もう1点、あまだ目つぶってないよ。こうおお、えなんか知らぬ間にまばたきしてたらごめんなさい。すごい、もう5分ね。ああしちゃった無理だ、そう喋りながら無理だ喋りながら無理だわマナミの凄さが分かったということですごいわほんま、喋りながら無理よ。ガチャありがとうございます。シロちゃんハートありがとうございますね。え30秒ぐらいって、おお成長しました30秒20秒ねえやばいわ。シロちゃんサックスありがとうございます、ありがとうございます。1分は無理1日まばたきしないわ、もうそれ目乾きすぎちゃうから。うーんヨーグルト喋りながらできるのほんとすごいわ、すごいですマナミすごいわ、喋りながらできひん。ハルク、確かにハルクは生まれてから一回も目閉じたことないですよ、ほんまやすごいわ。コンタクトをなんか早くつけるみたいなことをマナミ言ってたんですけど、それはね私も得意なんですよ、もうピーみたいなコンタクト歴4年、えそんなわけないか、いつからコンタクトやったかな目閉じたらね
ドライヤー呼んでもらった。そうなんや。でも私もドライヤーなんですよ。メイクさんがじゃあちょっと上向いてくださいとか言って15秒ぐらい上向いたまま目閉じずにこうやってアイシャドウ塗ってもらってる間だけども目乾燥して涙出てるんですよ。みたいな。でもそしてさメイク取れるからやり直しっていうその繰り返しなんです。あとアイライン引いてもらってる間もじゃあまっすぐ向いてくださいってこうやってこうやって我慢してる間に涙出てくるんですよ。ぶひやまぶひよさんだるまありがとうございます。おはようあやねちゃん、おはよう。そう今日もスクールです。確かにね、目閉じとったらホラーやね。いない間に閉じてるんかな。怖っ。だるま100個だるま釣りありがとうございます。わー夜中の2時に1回だけする。怖っ。めっちゃ怖い。そうなんか、そうなんかはるく怖いわ。あ、出る方が楽しい。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪さん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、まだ朝ごはん食べてないんですよ。その代わり荷物の準備を終わらせました。昨日モバメ送ろうと思ったんですけどちょっともうバッテリー切れでヒットポイントゼロになっちゃって来れませんでした。ごめんなさい。早口言葉得意かな、わかんない。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、生麦、生米、生卵、生麦生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、無理です。高秀さん、ハートありがとうございます。今、はるくがまわたきした。怖い怖い怖いよ。怖いよ怖いよ。高秀さん、ハートありがとうございます。生組まず巻き舌から、そうだよ、まず巻き舌からですよ。ドラムロールからできるようにならなきゃ。札幌、一瞬できるんですよ。札幌、札幌、札幌。で、3回目が毎回気抜いちゃうのかな。生込み。ゆみさん、ゆみさん。生込みの生込み。札幌、札幌、無理ですね。札幌ラーメンの流れで言えるらしいんですけど。今日は朝配信です。明日は朝です。明日も朝です。まだ見巻き舌できるよね、多分。なんかできそう。勝手な偏見でなんかできそう。めっちゃおもろい。明日も朝配信ですって入れますね。明日も朝です。今日夕方でも配信できそうやったらしようかな。全然ね、できなくはないんですよ。ちょっと用事あるんですけどね。ちょっと楽しみだ。おばめ見て。高秀さん、ハートありがとうございます。火曜日の漢字学校行ってますよ。そうなんですよ、私学校行ってるんですよ。司令塔おばめ、おばめ取ろうかな。ぜひぜひぜひね、1日2通を目標に送ってますので、
まあちょっと昨日はヒットポイントゼロによりいつも遅れてないんですけども、すいません。今日は3足います。昨日の分もいやいっぱい書くことあるし、もめお待ちしてます。ぜひビンビンのビオレターと申しますので。違うめ得意じゃないよ、練習中だけど。違うめ。なおちさん、はじめまして、おはようございます。ありがとうございます。よしみんことよしみあねです。コメント待ってます。巻き舌でヘリの音できるの？ヘリコプターってドゥルルルとか言ってるっけ？どんな音だっけ？いざ言われてみるとどんな音なのか分かんないやつ。巻き舌でできるんだ。今日そうなんですよ、学校であるんですよね、あれが始まるんですよ。朝レターで送ります。ご飯食べてから書きますか、食べながらか、食べる前か。そう、ご飯今日でも納豆ないからさ、なんか触っちゃう、こんだけ長かったら。わー、楽しみ、嬉しいです、ありがとうございます。あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張ってください。あれね、穴掘りじゃない、あれ、あれそうだよ、あれ、あだよそれ、あれじゃなくてあだよ。あ、同じこと言ってる人いる。すごい、推しに似る、もう、あ、何、みんな真似してるの？真似したのか。推しに似るだけじゃなくてファンの方同士も似るのかと思ったよ。あれですよ、あれ、あれです。今日もう私のまあ嫌いじゃないけど、まあ好きではないよねみたいな。そらそうよ、そらあれよ。お仕事行ってらっしゃい。熱中症、そう、皆さんも熱中症気をつけてくださいね。塩分と塩分だけじゃなくて糖分も一緒に取った方がいいらしいですよ。焼けちゃうよ。お、お仕事向かってる、頑張ってください。お仕事違います、芝刈りじゃないよ。睡眠いってらっしゃい、睡眠。あ、あれね、便乗。分かってるかみんな、これですよ、これ。私の2人の、まあ、全然泳げなくはモバメにて、モバメにてできなくはないんですけど、できなくはないんですけど好きじゃないんですよ。めっちゃやったから小学校の時、厳しくてね、そう、これにこれに聞かなかったことに、みんな、なかったことに、なかったことに、みんな聞かなかったことに、ダメだよ。シロちゃんさん、ハートありがとうございます。およよ、およよ、グワチ君はモバベにて。めっちゃモバベ宣伝する人やん。グワチ君はモバベにて。そう、だから4つともできるんですけど好きじゃないんですよ。前髪ボサボサになるし、ビショビショのキシキシになるし。お、今日テストなんだ、頑張ってね。私は明日単語テストですよ。もう分かってた。書いてるし、聞かなかったことに。頑張ってください。大学のテストってどんなんなんだろう、難しいのかな。みんな聞いてないことにするんだよ。聞いてないよね、聞いてないよね。文語テストですわ明日。くへせば。ほぼ答え。こうだよ、こうだよ。何のこと、あ、そうそうそう。聞かなかった方に。うーん、そうなんや。10年もしてない、そう、キシキシになるんですよ、髪がね。ボサボサになるし、ビシャビシャになるし、前髪が今長いからさ、もうどうしようかなと思って、今日終わった後もう長すぎるから
巻くもありしたし、もう諦めておでこになるもありだしと思って、もう今この辺なんですよ前髪が。照明難しそうだな、照明嫌いだな、照明私も。すごい千日、すごい千日、ゆななんさんすごいな、一緒にいつ開始してみたいなと思ってるんですよ。すごい千日はすごい、ゆななんさんも大学行かれてるのね。スプレーもね、アイロンも大丈夫だから、アイロンも持ってって巻くしかっていう話を友達してたんですけど、でまず乾かさなきゃじゃないですか、まあ、ほとんどこれ言ってるけど平八さんハートありがとうございます。パスワンボートスワンボート諦めてもうおでこになろうかなと思ってるんですよ。そう、そう夏です。そうなんです、あれのね後の授業しんどいですよね。しかも今日あれの後の授業数学なんですよ。数学だよ数学。まあ数学グループワークだから大丈夫だけど、喋るからさずっとペチャクチャしてるから。スイカ割りもしたいな、よしみに千日頑張ってって言ってたんですか。千日はすごいよ、だって2年ちょいだもんね。え合ってる、まあ3年ぐらい、気持ちよくダメだよ寝た。ねえ数学やばい。そうあれの授業ない人も多いじゃないですか、なんかあるんですよね私なんか。しかも屋外っていうね、屋内ならまだしも屋内ならいいんですよ。まあ嫌だけどね、嫌だけど500歩譲っていいんですけど、屋外なんですよ。まあ、全然嫌いじゃないけどさ楽しいから、でもねえ大変、焼けちゃうよ焼けちゃうよ。ねえそうだよね、日焼けが真っ黒、真っ黒だとどうしよう黒瓶でーす黒瓶でーすなっちゃう。そうアイドルはでもね、私アイドルになる前から焼けたくない派だったから、アイドルになる前からはねずっと日焼け予防してましたよ。もともと焼けたくない人だったんですよ。でもアイドルになって焼けね気をつけなきゃとは思うけど、だからね前まで体育はちゃんと半袖半ズボンとかだったんですけど、今は長袖長ズボンになりました。一応ちょっと意識が高くなってさ、通学だけじゃなくて体育の授業も気をつけるようになりました。そう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 なんですよ、毎日配信続けて、そうなんですよ、アワードにね入りたいなと思って毎日してるんですよね。あスプレー、やっぱスプレーの方が楽なのかな、気になっててスプレーかスティック買いたいなと思ってて、楽じゃないですか、こうするかわーこわーってするより。だからどっちか買おうかなと思って、どっちにしようかなって悩んでるんですよ。雪見大福雪見大福こう物理的にベラあれビタミン C とかじゃなくて色から
まあベタベタになるから好きじゃないのね。でもベタベタになった方がなんか塗ってる感あって安心しません？だから私ちょっとベタベタぐらいが好きなんですよ。サラサラすぎたらもう私塗ったかなと思って不安になって濡れてない気がして一生塗っちゃうと思うんですよね。あ、目から吸収されるんだ。あ、そう、友達と話してたんですよ。飲む日焼け止めってどうなのかなっていう話してて、そう、飲む日焼け止め気になってるんですよね。どうなんだろう。デコデコさん、おっぱいありがとうございます。あ、スティックいい？スティックいい？で、ウォータープルーフじゃないと。あ、なかった方多いね。なかったのか。いいな。うらやまピー。なんと、1時間目なんですよね。1時間目なんですよ。1時間目なのよ。そう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 、内側からみたいな、なんか焼けたのを戻すとかじゃなくて焼かないみたいな。あ、結果報告ありがとうございます。あ、そうなんだ。去年はティフで、ショールーム頑張ってごステージ。そうなんですか。それはもう NNB も含まれてるんですか。あ、体質によっても違うのか。なるほど。プールまで30分。はいはい。きついよ、1時間目から。まあ確かにね、お昼とか4時間目5時間目ぐらいが一番太陽が高いじゃないですか。1がだから一番暑いよね。あ、そうなんですか。まこちさんショールームやったん。今年もあるかな。あったらいいな。ちょっとアイラバイかかんないけど、あったらいいな。わー、日焼け注意、注意します、注意します。気をつけます。そう、水冷たいよね、1時間目。台座じゃなかった？だって言ってる方いる。一人で？あったらいいな。どうだろう、まだ1年経ってないから選んでもらえるか分かんないけど、あったらいいな。玉木さん、ハートありがとうございます。皆さん、朝ごはん何食べましたか？私何食べようかなみたいな。今日ね、納豆ないから何食べようと思って、パンもないのよ。白ご飯、バナナ一本、それはお腹すくよ。でもバナナっていいですよね、腹持ちよくて。あ、ランチパックもいいですね。何入ってるやつだろう。そうなんだ。真っ黒になって帰ってきたんだ。一本使ったんだ。すごい。でもそれぐらいで、あの、強さですよね。パン、サラダ、ゆで卵、いいですね。パン、お、バナナ半分。民活だ、民活。よしみの真似して朝からカレーいいですね、いいですね。今日納豆ないの、昨日食べ終わっちゃった。いいな、ポンデリング。朝からいいね、ミスド。お、食頃のヨーグルト、私も小学校のヨーグルトしようかな。今ちょうどヨーグルトあるから。うん、アイスコーヒーいいですね。コーヒーありますよ、ここに。うん、バナナと牛乳、牛乳じゃないわ、牛乳。うん、朝風呂いいですね。そうだよね、消費するよね。我慢してるようなもの食べてっちゃったらって思うんですけど、ないんですよ、今冷蔵庫に。ないんですよ、食べたいんだけど。そう、消費するからさ、蓄えていかなきゃダメじゃないですか。今日はちっちゃめ。すき焼き、私朝から大丈夫派ですよ。カツ丼でも
焼肉でも。かなり小さめに撮ったね。ちょっと朝から歌えるかわかんないけど歌ってみます。歌えるかな。ちょっと
次の配信も来てくれるかな。今日も一日頑張りましょう。それではまたね。朝からありがとうございます。